高い服ばっかり必要ありません。安い服でおすすめの商品ということでご紹介していきたいなと思います。種類からいきますね。まず一つデニム。で、二つ目、革製品。三つ目、下着。四つ目、河川。はい、本日ですね、高い服ばっかり必要ありません。安い服でおすすめの商品ということでご紹介していきたいなと思います。やっぱり僕、服作ってる僕やからこそ、いや、ここ原価安いやつで良くないですかとか、全部高い必要ってないですよねっていう話をね、させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。タグゾン待ってた待ってた、そういう動画待ってたっていう方はね、お待たせいたしました。じゃあ、まずはですね、おすすめの安いやついきたいなと思います。種類からいきますね。まず一つデニム。で、二つ目、革製品。三つ目、下着。四つ目、河川。この四つを、押さえていただけたら、基本的に安い高いはパッと見では絶対わかりません。っていうのも、もう高いブランドも同じ四つ使ってたりするんですよ。だから、生地は全く同じとかってあったりするので、もうその四つの分類だけやってくれたらいいです。具体的なアイテムっていうのは、この後ちょっと言うんですけども、じゃ逆に高いやつじゃないとあかんやつっていうのもあるんですよ。で、それが何なんかっていうと、よくまあ、巷で言われますけど、こう、アウターね。アウターにはお金かけましょうとかってよく言うけど、その理由もちょっとちゃんとお話しします。原価の話とかも。で、その後は何かというと、靴ですよね。靴系。これもお金はかけた方が絶対いいと思います。で、三つ目、最後が何かというと、香水になってます。で、実は香水って皆さん原価何ぼかします？香水の原価ってね、これ言ったらまたあかんかもしれないけど、20% とかってよく言われるんですよ。なんでかって水代だけなんですよね、ほぼ。で、プラスボトル代がかかってくるんですよ。だからボトル代の方が高いんですよね。あの、グラス、あるじゃないですか。ちょっと今出そうと思ったけど、某ブランドのやつだから、イメージ悪なるなと思ってやめますけど、まあ、そのグラスが高いんですよね。だから液体はそんな高くなくて、配合とかいっぱいできるんですけども、ただ、やっぱり人間って匂いってやっぱ覚えてるからね、そういうの結構大事なんで、後でまあお伝えしていきたいなと思います。まずアウターからいきましょう。今回ね、シャツとかパンツとかカットソーとか入れてません。それってどっちでもいけたんで、ちょっとまあ安い方でもあったりするけども、高い方でもあったりするから、ちょっとこれどうとも言えんなってやつは、シャツとかパンツとか、あとカットソーらへんはもう入れてませんので、まず高い方、アウターね、何かって言ったらまあレザーですよね。今これ着てるレザーとかはもう明らかに値段が出るので、20万円のレザーなんか、2万のレザーなんかでも全然テロテロ感とか違うので、まあここはちょっと気をつけた方がいい。まあ皆さん納得ですよね。で、次にブルゾン系。まあ要はアウター系はね、基本的にお金かけないと、原価がだいぶ違うんですよ。それこそ原価だけでもほんま倍とか3倍とか変わってくるので、もう全く見え方が変わりますよね、違うかなと。まあ例えば分かりやすく言ったらこんな感じですよね。やっぱりどう見てもパッと見た感じ、なんかこうちょっとダサく見えるじゃないけど、なんかちょっとしっくりこないよねとかっていうのって、やっぱりちょっとワークマンの方って、まあもちろん原価絶対安いのでそういうとこもそうですけど、まああと色合いとかって言われたらそうなんだけど、やっぱ安い生地ってね、色合いも限られるんですよ。そういうところでも、いやたかが色やんって言うかもしれないけど、染色にもね、染色する工程があって、やっぱり工程が多ければ多いほどお金かかってくるので、染色は少なければ少ないほど原価を抑えられるっていうところもあったりするので、やっぱりアウター系はちょっとそうだよねと。で、それ以外にやったらこういうね、中綿のダウンとか、中綿のジャケットとかダウンジャケット、もうこれはもう圧倒的に値段の違い出るし、これもう散々僕ダウンおじさん喋ってるから、こんな話は今日はしませんけども、そういうのを気をつけてほしいと。じゃあ次はですね、革靴ね。靴とかもみんな言うけども、ほんまと、これちなみに2000円の靴と10万の靴並べてます。どうですか、皆さんパッと見て分かりますかね。まあ分かるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これね、まあ、動画越しではあんまり分かりづらいんですけども、やっぱりパッと見ただけでもだいぶ違います。で、こういう革靴とかって履くとき大体お仕事やと思うんですね。で、お仕事でこういうの履いて貼る方も全然いいと思うし、まあこういうちょっと高級靴履くのも全然いいと思うんですけど、多分仕事ってみんな本気でやってるじゃないですか。ほな、本気でやってるときに自分本気で行こうと思って高いの無理して頑張って履かったけど、相手側が全然本気じゃない靴履いてたりしたら、あれ舐めてんのかなって、こっち本気で行ってんのに向こう舐めてんのかなって思ったりするので、やっぱり相手のためにね、いい靴履いとくっていうのはね、もちろん大事だし、まあ物理的にそのソールが交換できるから長く持つとか、足が疲れにくいとか、そういうことがあるかもしれんけど、そんなことよりもパッと見た感じで革の質がね、革の原価が違うので、革の原価ってどんなもんっていうと、10cm×10cm、これ1デシっていう言い方するんですけど、これがね、やっぱいいやつとかってなってきたら大体100円前後してくるんですけど、安い革とかだと50円切るやつとかもあったりするんですよ。だから50円どころか30円切る革とかもあったりして、それだけでもね、全然違うんですよ。傷だらけやったりとか、もう傷がいっぱい、もうしゃあないから上から加工するしかないとかね、上からコーティングするしかないとかっていうのもあったりするので、まあ、全然違いますよねっていうことになってます。で、あと香水ですね。香水に関しては、まあ、僕が使ってるやつはここバンって出してるんですけど、シャネルのブルードゥなんとかとか、ディオールの、なんとかとか、シャネルのもう一個エゴイストとか、このあたりを最近好んで使っております。一時はね、イソップも使ってたんですけど、イソップはね、なんか嫁ゾーンも使ってるから、なんか夫婦同じ匂いするの、なんかちょっと一緒に出かけててもね、なんかこれ俺の匂いかな、嫁の匂いかどっちかわからないっていう時あったりしたから、なんか自分も気分上がらへんし、まあこっちにしとこうっていうことでしてます。で、大体この辺してる人って、新幹線とかでもね、パーって香水するおじさんとかってね、パッていい匂いするなと思ったら、大体仕事できそうですよ。仕事できそうな人ほど
ど同じ香水にはつけてるんですよ。だから僕もそれにあやがってね、つけております。だからそれだけでね、ちょっと僕がその匂いかやったら、あれあいつちょっとチャラく見えるけども、すごいできる人の香水つけてるから、あいつ仕事できんちゃうかって思われるかなと思ってやってますけども、そんな感じです。でね、まあスニーカーはそんなに別に高いのいらんかなと思うんですけど、まあこれだったらジョーダンのシカゴとかナイキのねティファニーとのコラボとかあるんですけど、別にスニーカーってそんなに値段かける必要ないと思うので、スニーカーはね僕個人的には別に安くてもいいかなと思うんですけど、これいただいたやつなんですよ。隊長っていう方にいただいたやつで、まあ、隊長にはまたお礼でねハワイ行った時の時計をねプレゼントしようかなと思ってて、ハワイのためだけに買ったんやけども、まあこれ隊長につけてほしいなと思ってね、これプレゼントしようと思ってる。まあ関係ない話なんですけど、そういうことがあったりとかで、安いやつようやく行きたいなと思います。お待たせしました、安いやつね。安くても全然いいよっていうのは何かというと、さっき言ったみたいにデニムですね。ジーパンって安くても高くてもそこまで今ね生地の値段ってあんま変わらんくなってきたんですよ。でなんでなんかっていうと、ユニクロでもねたまにねこれピュッて裾裏返してもらったら、セルビッチって言ってね、こう紐が白いやつが出てるやつあるんですけど、あのセルビッチ白なやつがあるっていうことは、めちゃくちゃ古い時代から作られた機械で織った生地なんですよね。だからそれってもうちょっと前まではほんまに岡山とかで有名なね桃太郎とかね、そういう有名なブランドしかなかったんやけど、もう今やユニクロではあるので、ユニクロでもし考えたらセルビッチのデニムを買い張ったら、もう全然そんなもう2万のデニムって言われても全然わからないのでいいかなと思います。ただデニムでもねなんかちょっと性能を足したりするやつあるんですよ。そうなってくるとちょっとユニクロのコストではできなくなるんですけど、クラシックデニムがいいっていう方はセルビッチのユニクロに買いに行くと、普通に他のブランドやったら2万5000円とか2万円台で売ってるようなものが、ユニクロやったら数千円3、4000円とかで買えると思うので、ぜひぜひそれはね値段安く抑えれるんじゃないかなと思います。でそれ以外にやったら次、革小物ですね。まあ靴に関してはやっぱ使ってる幅の面積がちょっと大きいので、これ面積が大きいとどうなるかっていうと、牛の革の中でシワのないとこをチョイスしやんとあかんのですね。で別にどこでも革取っていいよって言うやったら、お腹のとことかってダブダブなんですよ。でそれやったらもうシワだらけなんですよ靴がね。それじゃあまずいってことで、靴はやっぱりいいとこから取っていく必要あって、その残った部分で、小物を作ったりするんですけど、って考えた時に小物ってそんなに違いないんですよ。だから例えばこうキーケースとか財布とかってなっても、財布もね僕ねこのボッテガの財布とかもあったりするんですけど、もう全く使っておりません。ずっとオフィスの底に置きっぱなしっていう状態で、中身もすっからかんでございます。あ入ってた1枚あ何万円2万円入ってたラッキー、あ3万円入ってたラッキー、今ほんまに気づきました。まあほんまそんな感じなんで、まあ、革のアイテムってね正直こういう小物に関してはそこまで違いないので、別に原価が安くても質のいいやつって全然あるし、あとね僕パッて見たやつでねおすすめやなと思ったブランドが MOC か MCO っていうのがあるんですよ。 MIC でした、ミックっていうブランドさんなんですけど、まあ、こんなんとかあったりとか、もちろんスローとか良かったりとか、小物系のブランドはね別にハイブランドに並んでもめちゃくちゃいいやつ、コスパよく1万とか2万とかであったりするので、わざわざこの8万9万10万ってかける必要はね、まあ、僕個人的にはないんちゃうかなと。特に原価から考えてもそこまでの違いってないので、またあと売りね、もう家賃代とか人件費がだいぶ乗ってるので、そこまで性能の違いないなと思ったりはしてます。で次3つ目の安くてもいいなと思うのが、僕自身使ってるやつなんですけど、まあ何なんかっていうと、まあ、財布はね僕は自分のブランド使ってるからあれなんですけど、下着とかは自分のブランド特に出してないんですけど、まあ、何に使ってるかっていうと基礎汚いんですけど、パンツはファミマです。でファミマでもう僕は OK と思ってるのでファミマを使ってます。でなんとねこのファミマのパンツ、前外注さんにね、拓蔵さんこの動画編集してる時にズボン脱いでる瞬間カットしてるけど派手なパンツ履いてるって言われてるの、だいたいこのファミマのパンツか今履いてるこのねトリオっていうパンツがあるんですよ。でこのパンツもまあ履くんやけど、これは嫁からもらったパンツなんで、まあちょっと値段は普通に 3,4 千円するんですけど、ファミマのパンツなんと800円とか900円で買えるんですよ。で僕それを履いて、まあ、半年に1回ぐらい捨ててまた新しいの買うっていうスタイルでどこでも買えるじゃないですか。でおすすめっていうのと、あと冬用の靴下でいうとファミマ、何かっていうと長いから、長いの日はあったかいでしょ、だからいいんですけど、夏場になったらねこの長いの邪魔くさんってくるから、夏場になった時はナイキで、ナイキの靴下はちょっと短めのやつ買ってるから、これで夏場がいいということになってますので、これ両方ともねナイキのが3足1000円で、このファミマのやつもなんかたまにキャンペーンで3足1000円ぐらいでやってて、実際まで3、400円なんかな、ちょっと分からんけど、この辺はねもう消耗品やと捉えてね、僕も靴下数千円の靴下とかも買ったんですけど、もちろん履き心地いいんですけど、靴下に求める機能って履き心地云々とかよりも、まあ、これ今黒履いてますけどね、これ汚れが目立たないとかね、あと匂いがしないとかね、やっぱそういうとこ求めるから、匂いを求めるんやったら MXP ゴールドウィンから出てるやつ、あれとかはもう匂いがしづらいらしくて、僕の視聴者さんも
使ってかかる方いらっしゃるみたいなんですけど、匂いしづらいって言ってたんで、まあ、僕はあんま匂いはね結構頻繁に靴下捨てるんで、雑菌が出る前にもう捨てちゃえっていうことで、まあ、バンバン、買い替えていって、あんま物に執着せんように捨てる練習をしてるという感じになっております。で、最後の4つ目っていうのが河川ですね。河川、これ何なんかっていうと、河川っていうとね、ジャージフリース、このあたりはね別に原価がそんなベラボーに高くなくてもいいなと思ってるんですよ。まあ例えば、まあ僕もね、そう、お前フリース出してるよ、そんなこと言うなって言われるかもしれないけど、まあ、フリースも出してるんですけど、こうやって、パッと見た感じ違い分かります？原価が違うんやけど、それでも分からへんじゃないですか。だからあとはここに関しては着心地とかそういうとこを求めていくしかないので、着心地がさ柔らかかったりしたらいいなっていうのもあるかもしれんけど、パッと見のこれで原価がだいぶ違うよねとか、販売にだいぶ違うよねっていうのが分かりづらいので、化学繊維のやつっていうのは基本的にそんなに気にする必要ないかなと思います。で、まあ例えばこれもそうですね。ジャージ、これ 23,100円するジャージなんですけど、ジャージのこの原価聞いたらびっくりします。えって言うて、もう目ん玉飛び出るぐらいびっくりするぐらい安いんですけど、まあ、それ特に河川が得意なブランドっていうのがあってね、これまた安くで出せるブランドなんですよ。どこなんかっていうとね、ワークマン。ワークマンは河川めっちゃ得意なんで、とにかくワークマンに行けば多分これのゼロ1個少なく買えると思うので、2000円以下とかで買えると思いますので、まあ、これ同じやつはまあ出してないですけど、多分出そうと思ったら出せると思います。で、フリースも同様にワークマンとか行けば安くで、そんなに品質がそれワークなんかしょぼいなって言われるようなものじゃないので、今言った例えばデニムはユニクロとかね、河川はワークマンとかね、下着はファミマで、革製品は日本のブランド使っておけば縫製も綺麗やし、やっぱ海外のブランドってちょっと縫製歪んでたりするんですけども、日本のってやっぱりねしっかりやっぱ縫製綺麗なんですよ。だから特に日本のブランド、まあ、さっき言ったミックっていうところでもいいし、まあ、スローっていうところでもいいし、まあ、別に僕のところでもいいんですけども、まあ、そういうメイドインジャパンで作られてるところがね、個人的にはまあ僕はおすすめなんですけど、そういうところで買うのはいいんじゃないかなと。じゃあ逆にまあ安いところで買ったがんものは何って言ったみたいにアウターですね。アウターは絶対買わん方がいいし、あと靴も買わん方がいいし、あとまあ香水もなんかね似てる成分足してんねんけども、なんか酔ったりするし、なんか微妙になんかちゃうなってなるんですよ。誰かどうって言った時に、あの香水あなんかちょっとちゃうなってなってくるから、まあ、香水もそんなめっちゃ高いもんじゃないので、無名なやつだったら5000円、高いやつだったらまあ15000円、まあ、3倍ぐらい値段離れてるけど、たった1万円上乗せするだけで、あすごいいい印象持たれんのか、なんか違う人と思われんのか、たった1万円だけでそんだけ印象変わるので、まあ、それやったらこんな香水なんか1年ぐらい持ちますからね。年間で考えたら1ヶ月で考えてくださいよ。もうそんなもん800円なんですよ。1ヶ月800円ケチってどうすんのということになっておりますので、まあ、香水もね気をつけていただけたらなと思います。まあ僕一応使ってるやつっていうのは下動画説明欄貼ってるので、あこれタクソ使ってるやつかと、その中で俺どれ選ぼうかなっていう風にやってもらったらいいかなと思います。僕ね香水はねシャネルのねブルードゥなんとかってやつはねハワイで使ってました。だからあれの匂いを嗅ぐとね僕はハワイを思い出すんですよ。うわハワイの行った時毎日これつけてたなと思うので、まあ、そういう楽しみ方もね大人の楽しみ方かなと思いますし、その反面安くてもいいものっていうのもあるので、こういう安くていいものを活用しながらねやっていくのもいいんじゃないかなということで、本日はですね高い服ばっかりじゃなくて安い服でおすすめの商品ということになりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。